はい、新生活保護のコーナーでございます。今回菅総理がちょっと生活保護に対して考えをね表現してくれましたよね。珍しいことです。安倍総理はこういうことなかったと思うんですよね。生活保護の条件緩和っていうことなんですけども、もっともっとね生活保護を受けやすいようにということでなんか表明してくださったみたいなんですよね。いや私はねもっとね生活保護を受けやすくしてほしいなと思うんですよ。まあなんか権利ですからね。で権利ってのはどういうところかっていうと、欲しいと思った時にすんなりとね、それこそ住所と名前書くぐらいではいどうぞって感じで受けさせてくれるってことなんですよ。まあよくね私がこういう話をすると、生活保護をねそんなに簡単に受けれるんだったらみんな生活保護になっちゃうって言うんですよ。みんなならないってね。例えば今一生懸命ね働いていて収入得てる人、楽しく働いてる人もいるんですよ。この職場を失いたくないなと思う人、そういう人が生活保護になるために自分の職場って放棄しますかね、だからそういうふうな形で自分の本当にね楽しめる仕事とかやりがいのある仕事を見つけられた人とか、仕事じゃなくても収入源が自分にある人って別に生活保護行かないわけですよ。それこそやむにやまれずですよ。選択肢がなくなってもう生活保護しかないと、生活保護で一旦生活を立て直そうと思っている人が生活保護に行くと思うんですよね。まあそこには生活保護ではなかなか生活が立て直せないっていうあり地獄みたいな制度があるわけなんですけども、まあそれを抜きにしても私が今回言いたいのは、みんなが生活保護になっちゃうじゃないかっていう人は、その人がじゃああなたなりますかって話なんですよ。いやなればいいんですよ、なりたい人は。それは権利ですから。だってね、健康保険証を持ってるじゃないですか、運転免許証を持ってるじゃないですか。その運転免許証を持ってるってことは車を運転する権利を得たわけですよ。でも運転しない人が、運転しない日が何日あってもいいわけですよね。別に車を運転しないけども身分証明書として持ってますでもいいわけなんですよ。生活保護も制度はすごく緩くなりました。いつでも受けれるようになりました。だから思い切っていろんな挑戦ができるでいいと思うんですけどもね、私はその生活保護に対してものすごくねフラットな考えを持ってます。生活保護を受けようと受けまいと何にも人の人格には関わりがないし、人の進路には全く関係ないと。生活保護を受けていても自己破産していようともそれを失敗とも思わないです、でホームレスみたいな覚悟があっても、私もともとホームレスでしたっていう風なね明るく表現できるようなそんなね過去の使い方をお互いにすればいいと思うんですよ、それこそねなんかちょっと昔に流行った漫画とかテレビですけども、元暴走族のなんとかかんとかみたいなね、そんなんがね席巻したことがあったと思うんですけども、いや過去は、ね、やり直せるんだと。場合によっては汚点だと思っていた過去も今を生きることで変えることができると。これ三崎裕太さんも似たようなこと言ってたんですけどね、過去っていうのは今も腐っていたら全部が過去は腐っていくんですよ。でもどんなにつまらない過去だと思っても今を素晴らしく生きていくと、あの時の過去があったからこうなったんだね、いや悪くないね、無駄な時間じゃなかったねっていうふうな評価は変わるんですよ。ですから全ては今がこれからが過去を変えていくというふうに思いますけどね、で生活保護に関してなんですけども、菅総理がこれからねもっともっと条件緩和していただいて、そんなね三親等まで調べなくてもいいじゃないですか。もう受付に来た目の前の人がね、そのなんですか役所の人が見たら、あこの人は生活保護を受けた方がいいなって、これ一目瞭然なわけですよ。でそれをなんとかしてね意地悪して、いやあなたはまだ働けるからもっと大変な人いるからみたいな、そういうふうなね、まさにご飯論法ですよね。安倍総理の得意なご飯論法が末端にまで来ちゃってるわけですよ。だからみんな受けさせばいいんですよ、そんなの欲しかったら、ね、だってそんなケチるような金額じゃないですよ、もともと。いやその生活保護費用がね支給額が45万ですとか55万ですとか言ったら、それはねちょっと待って審査厳しくするからでいいと思うんですよ。でもどうせ10万とか15万くらいしか今もらえないわけじゃないですか、だからどんどん出してあげてくださいよ。それは10万とか15万で意地悪することはないですよ、それこそね健康で元気に職場仲間とみんな働きたいわけですよ。でもそれができない人が涙を飲んで生活保護なんですよ。一部ですよ、不正受給をされてると言われてるのが。で繰り返し言いますけども、不正受給は受給者の問題ではないです。それを通しちゃう役所の選別眼が悪いんですよ。だって受け取るべき人に受け取らせないで、受け取っちゃいけない人にあれゴーサイン出すわけでしょ。それはねやっぱ役所の人がもっともっと人を見る目を養わないとダメですよ。人を見る目を養ってない人がそれこそね生活保護が不正受給だっていうふうに煽る火種を作ってる責任を自覚してもらいたいと思います。いってらっしゃい。